はい、というわけでですね。どうしたんですか、横山さん。何にもないですよ。え、緊張してたなと思って。いやいや、そんなそんな緊張してない。慣れてますよね、でも。そうですね。まあね、毎週毎週やっていただいているので。そっちにいるんだね、今日。そうですね。本当に緊張しております。そのですね、なんか、今週は、このなんか、モーニング娘。20のヤングタウンをさせていただけるということで。ね、こんなタイトルすごいよね。そうなんですよ。はい、私、横山がですね、実は今、うん、いつも、さんまさんが座っていらっしゃる席に私が座っているんですよ。偉くなったな、急に喋ってくる。偉くなったな。本当に急ですよ。本当に、ね、本当に緊張してるんですけど、いや、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、さあ、というわけでですね、話を進めていきたいと思います。今日は1月25日、はい、土曜日ということで、はい、ですね、はい、ハロープロジェクトのね、はい、コンサート、大阪での明日日曜日もあるんですけど、うん、こう1日目が終わった夜ということでね、はい、はい、ファンの方がさ、こう、大阪に滞在される方、このコンサート見るために、っていう方は、たくさん大阪で聴いてらっしゃる、ね、そのまま ね、コンサートが終わった余韻でこの、ね、うん、モーニング娘。20のヤングタウンをね、ちょっと震えますね、声が。モーニング娘。20のヤングタウンってすごくない？ここがすごいんですよ、まず。本当に。で、台本に書いてあるこのモーニング娘。20のヤングタウンっていう文字がまず、うんうん、ちょっともうその話しすぎだと思う。いや、本当にすごいこと、感動しております、ね、座ってる席が違和感すぎて、そう、さんまさんが座ってる席に、いつも横山座ってて、庄司さんの席は空いてるんですよ、ね、はい。そう、椅子がないんですよね、もう。いつも飯久保春菜ちゃんがいるところに福村瑞希がいて、横山がいるところに小田がいて、私はいつものゲスト席です。ね、そうなんですよ、ね、まあね、そう、今週はそのさんまさんが5年ぶりの舞台中ということで、ね、これさんまさんが欠席で、うんうん、で、村上庄司さんもいないということで、はい、本当に、うん、本当にこう、なんていうんですか、レギュラーが私、横山しかいない。いない。飯久保春菜さんもいないんですよ。いないね。これやっぱりいつもね、こう、飯久保春菜さんがこう、カフガヤンムスのこう主体となってやってくださっている、ね、ヤングタウンが、こう、飯久保さんがいないので、こう、私だけということで。ね、カフの。カフ、そう、どうぞって言ってね、あげるやつ。やったことないのに、今日飯久保さんの役とさんまさんの役一人でやろうとしたら、そうなんですよ。初めてですもんね。ね。こう、ヤングタウン史上、本当に初めてらしいので。どっちもやるの大変だよね。やっぱ、こう、いい成績がね、残せるように頑張っていきたいなと思います。そうよね。だから現役だけ集まるとこうなるってことで、飯久保さんって意外ともう現役じゃないって、ね。そうなんですよ。意外とね。そう、よくでもこう毎週会ってるから、もうなんかむしろなんか今も現役なのかなってぐらい会ってるから、ね、気づかなかったですけど、やっぱ飯久保さんもね、もうご卒業されたんだなってね。ね、改めて感じました、本当に。なんかあったんですか、過去に卒業されてもヤンムスには残るっていう。なかった。いや、なかったですよね。本当に飯久保さんが初めてだから、ね、うん、しかもこうずっと、工藤遥香さんが卒業されて、私がなって、うん、で、飯久保さんが、こう、モーニング娘。を卒業するってなった時に、私、一目散に、ヤンタンの新しいレギュラー誰になるんだろうって、そうそうそう、心配してたんですよ。結構メンバーも枠狙ってる人いるからね。うん、結構本気な方いますからね。いるいる、まあ、生田さん、ね、石田さん、あたり。そこら辺本気ですからね。そうだから、あそこら辺がね、こう来てくださるのかなって思っていたら、ね、まさかの飯久保さんが残るっていう。残るね。本当によかった、生田さんがどけよ、お前とか言わなくてよかったですね。本当ですよね。怖い怖い、本当に確かにそれは怖かったんですけど。本当に飯久保さんがね、こう、ね、来てくださって、本当にね、毎週安心して収録できているんですけど、今回そんな飯久保さんもいないので、うん、本当にね。うん、全力で頑張っていきたいと思います。頑張ろう。よろしくお願いします。いや、大変だよ。だってさ、もうこの番組自体がさ、50年以上続いてる番組の、レイナ、50年以上続いてる番組の今、はい、メインパーソナリティをやっていらっしゃるということで。そうですよ。むしろだってその50年、ずっと聞いてくださっている、こう、さんまさんのファンの方だったりとか、うんうんうん、そういうリスナーの方々が今、さんまさんと庄司さんがいない、このヤンタンを聞いている可能性だって、めちゃめちゃあるわけじゃないですか。ね、そういうことですよ。どうしましょうね、本当に。でもここでね、ね、横山すげえって思ってもらえるレバー。ちょっと今若干すでに時を阻止って感じはあるけど。横山すげえって思ってもらえれば、うん。思ってもらおうとしてる？はい。あ、そっかそっか。そうですね。何歳何歳今？ 18。18歳。いや、本当に、そう、その50年以上続いてる中の私は18年しか生きてないんですけど ね。いや、でも本当にこうね、手汗がやばいんですけれども。うんうん、あ、どうしよう、本当に。あれよ、まだ自己紹介してない。確かに忘れてました、ね、自己紹介。しておきましょう、しておきましょう。ね、そうね。ヤンタンのリスナーさんは ね、確かに知らない方もね、うん、メンバーいると思いますので、自己紹介していきたいと思います。うん、じゃあ私から。はい、はい。毎週こうね、横山の顔芸がないんだよ。何今の顔いつも以上。
もう一回、じゃあ私からっていうやつもう一回その顔して。じゃあ私から。うざいな。何ですか、めちゃくちゃうざいんだけど。ちょっとさんまさんをイメージしてる。違う。そんなんじゃない。私からいきたいと思います。お願いします。はい、皆さん、こんばんは。モーニング娘。先生の13期メンバーですね。横山玲奈でございます。こう、毎週毎週、こう、生駒春菜さんと共に、ヤンムソね、レギュラーをさせていただいております。はい、今日はメインパーソナリティということで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってる。頑張ってるよ。福村さんお願いします。続いて、モーニング娘。20のリーダーの福村瑞希です。私はですね、ゲストで来させていただくときに、なんか、地味に思っていたんですけど、その写真集とかを出したタイミングでしかゲストに呼ばれないと思っていたんですね。なるほど。そう、実際そうだったの、なんか、確かにそうですよね。毎回写真集持ってきてくださったもんね。そうだから、そう、来るときに写真集持ってくるみたいなことがしょっちゅうだったんですけど、最近はそういうのもなく、ちょっと短い期間で呼んでいただいています。福村瑞希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私、11期メンバーの小田さくらでございます。ヤンタンはですね、はい、こう、なぜか加入してから本当に、全然出なくてですね。何年も出なくてですね。で、初めて出れた時に、あ、やっと出れた、嬉しいって、まあ、それももちろん写真集を出したタイミングでございます。やっぱり、さんまさんちょっと写真集見えたらそこらあるかもしれないですね。でございましたが、その時に出させていただいてから、はい、すごくね、嬉しくて毎回気合い入れてきているんですが、どうしても癒せませんが、不評。小田さんの癒せませんが。そうなんですよ。お前はアニメ声だと。リアリティがないんだと。いつもね、勉強してこいって言われてますもんね。勉強してこいなんて言われましてもっていつも思っていますが、はい、まあ今日は横山麗奈ちゃんですのでね、サポートっていうか、まあ、麗奈が今日はメインパーソナリティですが、はい、私たちのが先輩ですからね、福村さん。そうだね。そこも問題なんですよ、今。先輩以外の3人全員ね。そうですね。そうだね、3人とも。先輩です。そうなんです。私が一番後輩なんですよ。そこも頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、モーニング娘。20の12期メンバーの芳賀茜です。私初めてヤンタンに出たのが2017年の10月とかだったかな。すごい、ちょうど、工藤遥香さんの誕生日ぐらいの時が初めてだったんですけど、大人になった感じがしました。なんか、やっぱり、違うよ。急に褒められたのかなと。どの流れであなたになったの今。すいません、ちょっと間違えちゃいました。なんかそう、出れなかったから、で結構マリアとかは出てるのを聞いてたから、あ、出れないんだな、まだって思ってたら、またさせていただけて、やっぱね、癒せませんとかあるじゃないですか。だから、やっぱ、まあ、高校1年生だったんですけど、当時。あ、私も大人になれたんだなと。そこで初めて大人を感じました。でもまだ17歳でしょ。まだ17です。あら、お若い。高校3年生です。あなたも18ね。私、癒せません。結構褒められます。嘘。いや、芳賀さん、本当に上手なんですよ。そう。芳賀さんは本当に上手なので、芳賀さんがこうゲストで来てくださるときは、私もこうなんかもう余計に燃えちゃうんですよね。私もこう、やっぱ癒せませんはこう。頑張ってるので。そうだよね。毎回こう、毎回いつも褒められてるもん。そうなんです。ありがとうございます。そう、いつもこう褒めていただけてる分、こう、ゲストさんにはやっぱ負けたくないという、そうね。気持ちがあるので、そういう意味でも、こう、芳賀さんがいると、こう、向上心がね、癒せませんの向上心が出てくるという感じで。じゃあ、これからもライバルとして。ライバルとしてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。癒せませんライバル。いつからやってるの？え、もうずっとだよね。ずっとやって。ね、本当に結局何なのか分かってないんですけど。しかもなんかどんどんこうガチになっていってますからね。そうなんですよ。でも今回もこう、まあ、さんまさん、庄司さんは不在ではありますが、こういつも通りのね、ヤンタンをね、私がパーソナリティとしてお送りしていきたいと思っておりますのでね。皆さんぜひ番組変えないでいただいて、最後までね、こう、私にしか引き出せないメンバーのこととかもあるかもしれないですからね。そう、確かに。なんかでもやっぱり、モーニング娘。はモーニング娘。でこう、ラジオ番組やらせていただいてるじゃないですか。そうですね。けどやっぱそれと感じ違う。それとはね、また違う。そう。なんかどういうね、喋り口調でいけばいいのかとかも、まず分かんなくなってます。ちょっとやってみればもう、さんまさんにできるだけ寄せて、もう寄せに寄せて一回やってみようよ。なるほど。はい。じゃあ行きますよ。はい、はい。始まりました。カフあげました。はい。というわけでね、まあね、今週もね、だんだん寒くなってきました。違う、違う、違う。違うんですか？違う、もっと、こう、入りが。はい、というわけでね、っていう入りが。あ、そうですか。じゃあ行きます。もう一回やってください。もう一回やってください。行きます。カフあげました。さあ、というわけでね、最近寒くなってきましたけれども。もうね、本当にね、もうね、急に寒くなっちゃってね、本当に。なんかこう、ね、なんかセーターとかね、最近やっぱ着てないとやっていけないなみたいな。そんな声してないでしょ。してないですか？してないですか？初めて聞くの。寒すぎて、こう全部うわずっちゃう。本当に。なんか
分かんなくなってきてますけど。そうね。本当に分かんない。そうなると今、こう、いつもレイナってどのくらいの感じで返事してるかなとか、思いながらやってみると、結構絶妙なまで返事してるんだよね。そうなんですよね。やっぱりこう、そう、本当に、こう、さんまさんは、もう本当に、こう、トークがこう、間がほぼない状態ぐらい。しかも本当にオープニングトークとかも何にも決められてない状態で、私たちもこう、何をこう、さんまさんが喋ってくださるのか知らない状態で、ここに座っているので、こうなんか、どういう相槌を打てばいいのかとか、本当にそう、すべて新鮮、こう、さんまさんからこう、来るトークっていうのは。初めて来た時びっくりしませんでした。いやもう本当にびっくりしました、うん、何も言えなかった。イエイとかも全然言えないまま分かんでった。そう、 MBA って言われてもやったった私もなんかこうとにかく面白いから笑おうと思ってずっと笑ってて、こう MBS ヤングタウンのこうヤングタウンって全員で毎回言うじゃないですか、うんうんうん、そこの部分をの逃してしまって、こうみんながヤングタウンって言ってるのに私だけトークでずっと笑い声が入ってるそれがもうめちゃめちゃ恥ずかしくて、そうめっちゃこうあとオンエアを聞いた時すっごい恥ずかしかったの。だからもう今度は絶対逃さないぞと思って。これだいぶあるあるだよね。あるあるだと思う。いやあれ結構ありますよね。聞いてみたいって思ったの、レイナにそのイーカバさんとレイナで、はい、イエイっては絶対言うじゃない。そうですね。それの時に全略のコーナーイエイって 100% 一緒に行ってくれるゲストっていたの？ 100% ですか？いや 100% はいないかもしれないです。確かに。まず初回の方は、うん、やっぱこう追いついていけない感じがあるんですよ。うん、絶対ピクってしますよね。そう、絶対そう。左隣からイエイって聞こえてきて。急にしかもなんかこう元気なイエイみたいな感じで、こう、隣が言うから、うん、確かにこう初回のゲストさんはピクってしてそうだよね。百発百中はあんまいないかもしれないです。まあでも、吉川さんとか、ああ。吉川さんとかもう むしろもう独自のイエイが来ますね。周りから。なんかもう、イエイみたいな、なんかなんていうんですか。もうイエイじゃないですか。よくあのみんなは。そうなんですけど、こう、伸ばす。なんかもう、イエイみたいな。本当にこう、独自こう、慣れてらっしゃる感じが。やっぱり、吉川ぐらいにならないと。そうですね。なかなか。吉川さんすごいなって思います、ね。本当に。さんまさんは、もう、こっからもう話進むんじゃないかみたいなところで MBA そうそう、うん、だから笑い声が入っちゃうんですよ、私。だからか。っていうことね。面白いまま行くから、本当にそれってすごいなって思います。すごいね。でもそれ終わりもそうじゃない？終わりもそう。終わりもなんか受けてたら終わりってすぐ終わって、顔下がっちゃって、あ、終わったみたいな。そう。だからそれ、道重さんとか飯窪さんとか見てて、私はこの終わりを聞き逃して、花粉を下げられないんじゃないかって。あ、でも飯窪さんの初回とかもね、完璧だったんで。すごいわ。私も緊張震えて無理ですもん。無理だよね。ピクピクしちゃって。今終わりって言いましたってなるよ、ね。多分最後の方ずっとここでスタンバイしてます、うん、レバー持ちながら。時間見て、最後の方。5分くらいずっと。5分くらいずっと困ってますけど、ね、本当に。いや、そんなぐらいでも本当に、こう、花粉を、こう、しかもヤンタンの花粉を下げるっていうのは、もう夢です、私は。そうそう。しかも、飯窪さんは、こう、もう何気ない顔で下げるので、おしまいって瞬間、はいっつって、こう、綺麗にこう、静かにこう、完璧に。そう、しかもこう、スタッフさんとの連携も素晴らしいですし、レンナだったら壊すくらいの。いや、もう、はいワンチャン壊しますからね、今日は。そこは気をつけながら。そう。でもまあ、自分の終わりだから聞き逃すことないじゃん。確かに。ね。忘れてました確かに。自分で。両方できるからね。福村さんが9出すとかじゃないから。そうか。確かに。自分でおしまいっつって自分で下げればいいんですもんね、今回は。そう。確かにそういう意味では、そう。はい。なんだろう。私、2020年の目標が、ソロラジオなんですよ。へー。そう。で、なんかこう、ゲストを呼んで、ソロラジオをやってみたいっていう、今この空間そうですよね。言っちゃった。確かに。あ、じゃあ2020年の目標は叶ったということで。待ってください、待ってください。まだ1月25日。でも本当に、ここですごい勉強になって、今後につなげられる。しかも、そう、こう、さんまさんの気持ちと、飯窪さんの気持ちが、ここで本当に、こう、身に染みて、こう、体感できるということで、頑張っていきたいと思います。本当によろしくお願いします。でも本当にこう、福村さん、小田さん、田中さんという、こう、大先輩を引き連れて私がっていうのが、本当にどうしようか、本当にすごいですよね。でも、いつもと違いますもんね、私。横山が、その、ヤンブスにそもそも選ばれた期間が、そうそう、新人の中で選ばれるってことが、今までそんななかったんですよ。だって一番下の時に選ばれたでしょ？そうですね。こう、ゲストとしても2回とかですかね。そうそう。だから、リホちゃんが選ばれた時も、ドゥが選ばれた時も、
ばれた時も、うん、ちゃんとそのグループの中の先輩的な感じっていうのね、うん、はい、そうそう、一の人が選ばれてたから、こんなにモーニングに加入してすぐ選ばれたヤンムスは横山が初めてなわけよ。ちょっと待ってくださいよ、自信持っていいんだよ、待ってくださいよ。あの時のレイナちゃんもうノリに乗ってたもんね。そうです、なんかそう選ばれた時に、あ、なんかわかるわと思った、うん、もうなんか逆にそうだろうなっていうね、え、本当ですか、もっと思った、うん、だってもうノリノリだったじゃん。そうですね、ノリノリ、もうラジオ大好きみたいな、うん、そう、そんな感じだったので、ね、こう確かに初回初めてゲストでヤンタンに出させていただいた時も、うん、もうやっってやるぜみたいな感じで、もうヤンタン聞き込んで、こう、合図したタイミングとか、こう、伺いながら、めっちゃ頑張ってたら、その初回の時に、久保さんに、すごい合図とか頑張っててよかったみたいな、褒めていただけたんですよ。確かにそこから、よりラジオが好きになったかもしれない。ね、あ、そうだよね。確かに、その時一番後輩だったので、こう、先輩からどう見られてるんだろうっていう気持ちはありました。あ、でもね、そんな中で選ばれたってことは、やっぱり、それだけできる、子って期待されてるんじゃないかなと思うので、うん、めっちゃやられてる、泣きそうなんでやめてください。まだあのオープニングトークなので、これ以上ね、あの毎回のコーナーでこう泣き入れるとね、ちょっと変なことになるんで、ね、明日目パンパンでね、またライブやんなきゃいけないんで、そうね、そうだね、緊張してもう今でも汗かきそうなんですよ、ね、うん、そのヤンタンあるあるの話にも戻っちゃうんですけど、はい、このオープニングトークの時に喋、うん、っていい、あの、うん、私たちって基本的に普段ラジオ出てもその、うん、ゲストの小田さくらさんですって言って、はい、小田さくらですって言ってから喋って、うんうんうん、なんか他の番組だとちょっとあの自己紹介するまではあのいらっしゃるけどまだ喋ったりはしないで、確かに決まってますもんね、出るタイミングっていうのがって言われてきたから、このヤンタンは、うんうん、なんか唐突に始まって、なんかさんまさんが世間話してるのかと思ったらもう回ってて、うん、そう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 、そうね、で私はこれまだ自己紹介も何もしてないけど、返事していいのか、うんうんうん、笑っていいのか喋っていいのかみたいな、あれは結局いいんですか？あれは私は全然いいんだと思います。うん、なんかたまに振られることもあるから、うん、そうそうそう、いいと思うんですけど、でも今丸してくださいました。なんかそれすごい長年のなんていうんだろう、疑問ですよね。疑問が今解けた感じがする。これ全ハロプロメンバー聞いてほしいですね。絶対聞いた方がいいですよね。うん、聞いとくべき、うん。確かにそうですね。オープニングトーク、確かにヤンタンって紹介とかこのゲストの紹介とかオープニングトークで全くないから、そう、確かにそれもその初回の方々は緊張してますよね。うん、なんか喋っていいの？喋っちゃダメなの？みたいな。本当にその20分30分とか結構長いじゃないですか、うん、その間ちょっとだけ笑い声しか聞こえないみたいな時も全然あるから、初回とかみんなそうなんじゃないかな、うん、この20分間を、うん、あのあー、頑張るだけ頑張る。そう、相槌を頑張る。相槌を頑張る。オープニング。じゃあオープニングももう、ハキハキ声で頑張っていいってことね。そうです、もう最初からね。でも確かに、オープニングもその、初めからハキハキ声で喋ってたら、さまさま突っ込んでくださってるかもしれない。うんうんうん、そういうイメージあります。うんうん、ああ、そうか、そうか。確かに。なので、これね、これから来てくださる方々、よろしくお願いします。そう、覚えとこう、オープニングは喋っていい。喋れ、イエイはちゃんと言う。うん、ヤングタンもちゃんと。ちゃんと言う。笑い声で終わらせない。さんまさんの MBS をちゃんと聞く。さんまさん流さない。そう、唐突に来るからちゃんと見逃さない。やばいやばい。そう、すごいね。でも毎週やってても、うん、こう勉強になることってたくさんあるので、うん、そうね。それからの、ね、毎週勉強してるからの今日なので、メインパーソナリティということで。うんうん、いやそうね。すでにレイナは毎週これやってんだな、ちゃんとって思って今日は頼りになるな、ちょっと。思ってるよ。50年続いてますからね。50年以上続いてますから。あなたは50年やってる。半分まで。まだ18歳だから。うん、全力でね、頑張っていきたいと思います。はい、頑張ろうね。本当皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、行きましょう。トップ、なんだなんだ。では、行きましょう。モーニング娘。20の MBS ヤングタウン。モーニング娘。テーゼラの横山玲奈です。福村瑞希です。小田さくらです。香川かなです。全略のコーナー、イエイ。はい、というわけでですね、大丈夫でした今、大丈夫でした、行けました、僕ら毎回確認しないとやっていけないんですよ。はい、全略のコーナーでございます。はい、はい、これ皆さんからいただいた
メールを読んでいきたいと思います。そうです、うん、東京都北区さんです。北区さんじゃないですか。間違えた間違えた。え、マジ、そんなそんなでかいところからメールすいません間違えました。もう、うん、東京都北区のラジオネームひなまるさんからです。はい、ありがとうございます。すごいでかい記者さんはもう名言から来たらすごいわ。恥ずかしい。はい、前略ヤンドの皆さんこんばんは。こんばんは。モーニング娘。20のヤングタウン特別番組ということで雰囲気はいかがでしょうか。うん、本日出席の皆さんはレギュラーの横山さんを筆頭に何度もヤンタンにゲスト出演されている常連メンバーの皆さんだと思います。このような機会は滅多にありませんので、今までさんまさん庄司さんとの放送で印象に残っていること、本当にへこんだダメ出しなど欠席裁判風にぶっちゃけていただけたら嬉しいです。何を言っても角が立つこの状況、失礼ながら超楽しみです。ぜひよろしくお願いいたします。そのことでございます。なるほど、確かに確かにさんまさんと庄司さんの前でね、これすごいへこみましたなんて言えないと思います。言う機会はないですけど、確かに聞きたい。福村さんなんかあります？リーダー本当に、いや毎回へこんでるんですけど私は。反省点あのね、なんて言うんだろう、なんかその冗談なのか本気なのかみたいなところが難しかったりするよね。うん、で私はあんまり喋れないから、うん、さんまさんの前とかで、うん、たくさん喋れないから、うん、なんて言うんだろう、口数が少なくなってしまうから、きっとさんまさんは、はい、こう助けとしてそうやってたくさん振ってくださってるっていうのは分かってるのに、うんうん、多分2回前かな、うん、もう最近、結構最近写真集6冊目の写真集をお渡ししたタイミングの時に、うんうん、本当に私が引いたんじゃないかってさんまさんに思われたんじゃないかって心配してるんですよ。覚えてる、これでますか、私の口からは言えない話。そうですよね、そう、なんか、ね、そう、写真集に対してってことですか。そうですか、触っていいみたいな感じのことをたくさん言われて、で私はなんて言ったらいいかわからなくなって、そうですよ、ね、言えなかったの、ね、そで、なんかその春なんかダメですとか言ってくれたりしたんだけど、うんうんうん、それが本当に私が嫌がってさんまさんを怖がってるように、さんまさんからしたら見えちゃったのかなって思った時に、そう、本当に帰りお見送りする時に、うん、本当に触るわけないやろみたいな感じのことを、そう言ってた、言われて、そうだから、本当になんかそういう風に思わせてしまったんじゃないかなって思って、それからかなり落ち込んでる。なるほど。いやでもわかります、その気持ち。確かにこの前なんかメールで来てたんですけど、ナイナイの岡村さんが、うん、そのさんまさんの何がやが一番怖いみたいな、うんうんうん、そうっていうことを、何がやって多分さんまさんにとってはなんかそこまで別にそのきつい言葉だと思ってなく、うん、普通に、うんうん、どうしてみたいな感じで聞いてるっていうのをさんまさん実際におっしゃってたんですけど、うんうん、確かに急に何がやみたいな感じで、ね、よくないこと言っちゃったかな、うん、ごめんなさいって確かになるわと思って、でそのヤンタンでも結構、うん、急に唐突にこう何がやがこう発信されることもあるので、そういう時は私もビクビクしてます。ごめんなさい、急にごめんなさいって言いたくなっちゃう。さんまさんはそのつもりがなくてもみたいな ね、福村さんもそんなつもりはなくても、そう、でも本当に優しいなって思う瞬間もものすっごくたくさんあって、うんうんうん、それこそさんまさんが普通にビッグカメラ行くのもびっくりしたし、あ、なんかお家でワッペンつけてる話とか、ね、そう、そう、なんか、お家でなんか作業とか自分でするんだ、ね、全部自分ですもんね。そういうこととか、うん、ちゃんとサインもらったのは捨てられないって言って、ね、そう、残しておいてくださってるのとか、うん、本当に優しいエピソードばかりなだけに、うん、なんかそう思わせてしまったって、申し訳なくなる瞬間がある。わかります。めっちゃわかります。私も毎週思ってます。そうですね。まあ、困りはした。あ、ま、もう困りました。困りました。確かにね、やっぱアイドルとして、こうね、急にね、こうね、触るとかいう発言がこう来ると、ちょっと待って、ちょっとね、どう返せばいいのか。なんて答えるべきかなってね、確かに確かに。それがちょっと悩みと言いますか。確かに。なんか今考えてても結構これが嬉しかったとか、っていう話しか出てこないかもしれない。素敵。じゃあ嬉しかった話と聞きたいです。嬉しかったは、なんかそんなすごく具体的なワードを出せなくて申し訳ないんですけど、私結構モーニング娘。の中でも、まあ、どちらかというとツッコミボケに、こう、ジャンルを分けるとするならばツッコミ。そうですね。の方で、他の13人が割とみんなボケたがり、で、ナチュラルにボケる人もいるし、ね、ナチュラルボケ多いですもんね。ナチュラルボケ、ナチュラルボケ、ナチュラルボケもいるし、ただのおバカさんもいるし、うん、ボケたがりもいるし、うん、そうっていう状況の中で、こう私はね、こう
どちらでもなかった私は必然的にツッコミに回ってしまったわけです。そうですね。時計渋滞が発生しますからね。立つにつれて。で、なった時に私が、こう、一個、これできるようになっときなよって言われたのが、何かに例えてツッコミすること。おー、比喩ってことですか？そう。その、カメラの後ろで、イエーイとかやってるメンバーに、いやいや、中継先の中学生かとかやってるのが、こう、だんだんマネージャーさんに、小田はそれを、メンバーの中でも、小田ができるようになっておくといいかも、みたいな感じで。で、飯窪さんにも言われたんです。そう。確かに。飯窪さんにもなんか、小田はそう、例えツッコミとかできた方がいいかもしれない、みたいになった時に、私なんかそう、何かに例えようと思って、てる癖があって、そのさんまさんの喋りにもその時どう突っ込んだか覚えてないんですけど、はい、こうさんまさんのわーってなったボケにとかに対して例えてそのお返ししたことがね、思い浮かんだんですね、その場で。すごいあって、その時にえっていう空気になるか、まあ、笑ってもらえるかの二択じゃないですか。さんまさんから返してもらえるか、そう、ゲストの子が急にそんなこと言ってきたら、でもその時はそれが別に変な空気にもならず、めちゃくちゃ触れられることもなかったけれども、普通にお返事してくださって、普通に笑いにしてくださったんですね。その時にああよかったって、このヤンタンのこの週、一回の収録にしたら本当ちょっとの出来事だったけど、私にしては結構な勇気だったから。すごいですよ、本当に。そう、だから、ああ、なんか、行ってよかったし、ああ、助けられたなと思った。すごい。それは嬉しいですね、確かに。でした。なるほど、比喩で突っ込むんですね。わかりました。やめて。頑張ります。意識しないでくれる？じゃあ私が頑張ろうね。例えられるようなボケをしようとか思うのはやめてくれる？あ、違います。私はボケじゃなくて、ツッコミ担当なので。それがボケでしょ、今。嘘ついたでしょ、今。すいません、嘘つきました。すごい、嬉しい出来事ばっかりが思い浮かぶってすごい素敵。うん、そうね、すごい。すごい。私は、複雑な感情になったことがあって。これは、怖い、怖い。大丈夫、大丈夫。これが恋みたいな感じですか？いや、そんなんじゃない。そうじゃないんだけど、これはどういう感情なんだろうって自分でもよくわかんないんですけど、長野公演をするときに、その地元公演って私はいつも呼んでるんですけど、いつか凱旋公演がしたいっていう話をしたことがあって、凱旋って何かこうやり遂げて地元に帰ってくることを凱旋っていうから、私はまだ凱旋じゃないと思ってるから、いつか何かをやり遂げたときに凱旋公演がしたいですっていう話をしたら、何かをやり遂げられることってないから、みたいなこと言われたんですよ。あ、たまらずね、こう、急な人生なんですね。そう。で、こう、やっぱ、さんまさんは人生の先輩だし、もう、すごい深いことを言ってらっしゃる、だなって、うん。やり遂げまくってると思うけどね、はい、こっちからしたらね。そう、だから、まあ、アドバイス的なことなんだろうなと思ったんですけど、私の夢をサクッと切られてしまったので、うん、ちょっと、これはどうしたらいいんだろうと思って、ちょっとショックでもあったし、ね、でも、あ、まあ、確かに、さんまさんが言うなら、それも本当なのかもしれないとも思ったし、複雑でしたね。そうだよね。はい。今でもちょっと複雑です。そうだよね。わかります。はい。わかります。どうしようと思ってるの、今後は。確かに、今後は。やっぱり、ちっちゃいことでいいから、自分でやり遂げたって思えればいいじゃないですか。うん、まあね、全然。だから、まあ、その夢は捨てないように、してますね。なんか、これからどんどんいろんな夢を見つけていくから、それに終わりが来ることがないよっていう意味、っていう風に捉えたんです、私は。素敵。はい。だから、まあ、凱旋公演はできるように頑張ります。そうだね。はい、確かに。いいね、ここでの宣言。すごいかっこいい。不思議な感情になること私もあります。なんか、いいですか、私も。いいよ、いいよ。全く、羽田さんと同じ場面に遭遇したことがあって、リスナーさんからのメールで、何でしたっけね、何でしたっけね。あんなに言いたいって言って言いたい。なんか、これもなんかその自分の考え、その凱旋がこういう考えで、みたいな、その同じ感じで、その私も、人間には、人間から発せられる、こう、矛盾がすごく嫌いだ、みたいな。こう、なんか、ちょっと前までは、こうやって言ってたのに、なんか気づいたら、なんか別の意見にガラッと変わってた、みたいな。え、この前こう言ってたのに、なんで急にそんな気持ち変わっちゃってんの、みたいな。そういう矛盾がすごく私は、苦手なんですっていうことを、このヤンタンでさんまさんにお伝えしたら、さんまさんが、いやもう人間は矛盾しかないから、みたいな。それはもうしょうがないや、みたいなことを、こう言われて、私もここでズバッと切られて、そうですよね。こっちが心ちっちゃいみたいな、うん、確かにそうです今まであんなにすごい矛盾は嫌だみたいな言ったのに、じゃあさんまさんの、さんまさんの言葉ってすっごい力強いんだなって思って、重たい言葉、なんか私自分が言われたことじゃないんですけど、
これ私が何かで目にしただけの話で、さんまさんがおっしゃってた言葉で、うん、その、うんうん、努力し続けてれば、でも絶対いつか報われると思うから、うん、もう今の状況も諦めないで頑張るんですって言ってる人に対して、報われると思って努力してること自体間違ってる。あみたいなことを言ってらっしゃった。和牛さんのコントみたいですね。あ、そうだね。そうだね。最近好きなんだよね。何に対して好きなんだよね。でもだから、それで私も結構割と見返りを求めながら人に何事もするタイプなんですね。なんかなるほど。そう、自分が落ち込んでたらこうしてほしいから落ち込んでる人にこうするとか、自分がこう優しくこうされたいから相手にもこう対応するとか、頑張ることもいつか誰かが見ててくれるかもしれないからって思って行動するタイプなんですけど、その言葉を見たときに、ああ、確かに見返りを求めずに行動できる人こそ本当に優しい人で、うん、本当に頑張れる人、うん、そう、そうだね、だなって思って、うん、素敵、そう、私はダメだなって見返りなんて求めてたら、うんうんうん、結局帰ってこなかった時に意図的にイライラして終わるんじゃないか、え、帰ってこないんだけどみたいな、あんなにやったのに自分一人でねそうなる、うん、確かになって、確かにさんまさんの生き方はそうじゃないっていう感じがするもんね、うんうん、する、うんうん、本当に、いや本当さんまさんからこう人生論をね聞けることってね本当にないですからね、うん、本当に貴重な経験、やんたに来ると勉強になりますよね、うん、そういうね人生についても勉強になりますからね、なるなるなる、めちゃくちゃなる、これからも私も毎週取り入れていきたいと思います、さんまさんからの人生論をそして皆さんにお伝えしていきたいと思います、あ、分かった、こういう時はこうするべきださんまさんからの教え勝手に本とか作っちゃいそうだけど、全部さんまさんの話ですから、ね、さんまさんに知られた時にいっちゃん恥ずかしくないし本気で謝りますはい、はい、次に見たいと思います、はい、仙台市のラジオネーム大好きだから絶対に小田さくらさんからです、はい、ありがとうございます、全略ヤンドの皆さんこんばんは、こんばんは、福村さんといえば今年の1月2日でモーニング娘。に加入して9年目、はい、グループのリーダーに就任して7年目を迎えましたね、はい、そして約半年前にはハロープロジェクトのリーダーも任命されました、うん、その間にたくさんの後輩メンバーを見てこられたと思いますが、ハロプロリーダーとしてまたハロプロ大好きオタとして、うん、いろんな意味でこれはすごい新人が加入してきたと感じた後輩はいましたか？そして現在福村さんの前にいる可愛く優秀な後輩メンバーの加入当時の正直な印象はどうでしたか？またどんな風に成長して変わっていきましたか？とのことです。さあどうですか、目の前に座っている可愛い後輩は目の前に座っているのが自分一人だからって、はい、自分のことだけだと思いすぎな、自分のことだけですね、違う違う違う、あのさ座席順の予想までしてないからさ、あそっか、あそう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 、うん、多分このね2人のことも含めてだと思うけど、はい、気になります。でも私はモーニング娘。に加入して今9周年経ったんですけど、す、うん、あのやっぱその中でも一番びっくりした新人っていうのは、うん、小田、そうなんだ、小田の、いやまあいろいろいろんな、なんかねやっぱ怖がらない感じっていうのがやっぱりすごいなって思った。逆に12期とかはあの新人っぽい新人だったの、ビクビクして新人でみたいな、こう不練習感みたいな、なんか今どうしたらいいのかなって言ってこう4人で端っこに集まって一緒に行動するみたいなタイプだったの、初めはね、そうですよね、そうそうそう、けど小田はなんだろう、例えばテレビ収録とかで、うんうん、私たちもう自身もその外の外部のお仕事に行くときってちょっと緊張するじゃない、うん、はいはいはい、なのにそのだからこう台本とか読みながら集中してるわけですよ、うん、そんな中でなんか一人で流れ星とか言って急に歌い出したりとか、うん、しだすくらいの子だったわけよ、そうで、さらにすごいなって思ったのがそれを止めに来る10期、うん、そう、小田うるさいみたいな感じで小田だといける10期、まあ、10期っていうか、ま、それは石田あゆみちゃんだったんだけど、うんうん、そう、からの数分後に忘れてまた歌い出す小田っていうのが、すごい、もう忘れられなくって、強いね。めちゃくちゃ強いな、この子たちって思いながらずっと見てた。うん、そう、私はね、もうとにかく、歌うことがやめられなくて、ね、それでめちゃくちゃ怒られて、うん、本当にわざわざ呼び出しされて怒られたことがあるくらい、歌いすぎてた。まあ今もですけどね。うん。今もだけど、そう、でもその時のやっぱ気持ちとして、やっぱ小田の気持ちが強すぎて、なんか私の、なんだっけな、私の声は癒されると思ってるから歌いましたみたいな。そんなこと言ってました？うん。やばい。そんなこと言って一番後輩の時ですよね。そうそうそう。そういう当時ですもんね。だからその歌うってこと自体が、なんていうの、普通に BGM として私は、
歌いました。なるほど。で、お題言ってるけど、10期とか、そう、先輩からしたら、いや、今歌うなっていうタイミングで歌ってたっていう、なんか喧嘩じゃないけど、そういうのが行われてて、やばその、そういう新メンバー。自分ですね。やべえな、覚えてないですか？覚えてない人も頑張って、うん、その、歌うことがどうしたってやめられない、ことへの、なんか無理やり作った言い訳がそれもっとマシなこと言いなさいよって感じだけど言い訳がかっこいいですもんねだってそう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  BGM なんで気にしないでくださいみたいな確かに小田はその卒業された田中玲奈さんのパートとかもすぐこうね全部小田がも持ってったし、うん、なんかね立ち位置とかもね割と田中さんがいたところにヒュンって入ってこれたから、うん、もう私たちも何も言えねえみたいな感じの雰囲気もあったからやっぱりそういう意味では小田が入ってきた時の衝撃がすごく強かったなって確かに加入した瞬間にこう最初のヘルプミーでこう B メロのあのかっこいいあの長いパート、うんうんうん、そのしかもあそこ難しい、ね、難しいし、ね、今でも苦戦するそうですよ、ね、そこをこういただけてるっていうのが本当に私の中でやっぱすごかったんだなっていうのは、うん、いや小田はすごいよだってそうですよ、ね、あのワクテカテカチャンス の、 その小田が なんていうのあれは小田バージョンですよねそのダンスしてるその時ってだって小田って撮影するみたいになってなかったよね見学にワクテカテカジャンスのミュージックビデオの見学に YouTube にあるのよ私が一人でワクテカの衣装を着て、うん、私が一人でワクテカを踊ってるだけの映像があるんです、うんうんうん、謎に、ね、そう。それは別に小田があの撮影するっていう時間はなかったのもともとスケジュールに、うん、なんだけど撮影を見ながら小田が踊ってるのを見て、うん、あ小田を踊らせようってなって一人バージョンができたのそう見学だったの見学しに行ったのミュージックビデオしたらなんか小田踊れんのおはようございますって言ってしたらじゃあ衣装着てきてって言われていやなんで衣装あったんって話確かに確かに、まあそうね、だけどなんかその時はまあ一番最初の出来事ってその基準だからこれが異常なことだとも思えないじゃない、うん、そうだから本当にそうあこういうこともあるんだって思いながらそうすごいだからすごいわ小田みたいなずぶとい新人もいれば、うん、そうなんか可愛らしい12期みたいな後輩もいたし、うん、横やんなんてそれこそ可愛い系だと思い、うん、思ってましたよね、いや待て今もね思いキアにしろ可愛さ更新中なんでこういう感じでねこういう感じでX、こんな感じで私のパンお通りですかで、なんかそう、あの、かわいいと思ってたら、こういう感じだった。こういう感じだった。うん、で、終わりですか終わり。じゃあ次のメールみたいな。おかしいおかしい。それはおかしい。もっと詳しく聞きたい。でも、頑張ってたよね。横山はすごかったです。ね、あの、12期が、12期にとって初めての後輩だったから、うん、12期も13期が加入する前に結構意気込んでたんですよ。うんうん、私たちが、その2年ぐらいずっと後輩だったから、うんうん、その2年で教わったことを教えようねって言ってたら、うんうん研修、ハロプロ研修生だった時に、うん、私の先輩だった加賀楓ちゃんと、うん、もう、優秀な横やんだったから、うん、教えることなんもなくて、ね、あ、すいませんでした。そんな感じ。必死でしたよ。記憶ないですもん、やっぱり。加入して、ほんと1年くらいは。うん、だから言わずに要領よく頑張れてたんだなって。って思うよね、うん、でももうだって結構その私何もできないから系の感じだったじゃん最初本当に何もできないで、あの本当にごめんね12期は、はい、12期はね、はい、ごめんね、はい、私何もできないんですって言って本当に何もできない正しいです、なんだけど、レイナは何もできないから、みたいな感じで、あの、うん、全然テスト勉強してないよって言って100点取る系の人だったの。ね、私そうだった。中学生の頃から。実際そうだった。そうだったね。だからちゃんと、大丈夫かな、レイナちゃん覚えられてるかなって。だから、必然的にそのカイディは経験値もあったから、先輩が例えば4人いても1対3でレイナに3人ついたりとかしてたんだけど、別にその必要も今思うとなかったんじゃないかなってくらいあの時別に問題なかったですよね、まあうんうん、なかったですか、ね、なんでできてるんだろうってね本当に思ったそうだから13期がその感じで14期もちーちゃんだったから、うんそね、その今新しく入ってきた新メンバーの子たちがやっぱ12期と被る、うん、確かに全くねゼロからの状態ですけどごめん褒めてね始めたんですごめん褒めて本当に加入当時頑張ってたねいやもう頑張って記憶ありますないないですよねでもだからその小田さんが言ってた、うん、加入当時その一番最初にやったことが普通のこと、うん、当たり前に感じちゃうっていうのは私も思ってて、うん、あの初めてドッキリをかけていただいた
テレビ番組で。はい、テレビ番組で、あの、お化け、パフォーマンス中に、先輩メンバーが全員倒れて、ファンの方も倒れてっていう、12期に対するドッキリが私にとってあれ初ステージだったんですよ。そうだよね。モーニング娘。で。全く初か。全く初ステージが、あれだったから、それも結構あれだったんですけど、あれだった。あれがあれだったんで、ワン、ツー、スリーの愛してるっていうタイミングで全員倒れるから、それ以降ちょっとそのワン、ツー、スリーと恋愛レボリューション21は怖くて12期にとって。本当にそのままの曲だったんですよ。怖がり多かったもんね。そう、本当に。ハーチンパフォーマンスに叫んじゃうし、叫んでた叫んだと思って。本当に。怖かった。あんなドッキリも今思うとおかしいことばっかりだもんね。だってワン、ツー、スリーの歌あれが12期にソロパートめっちゃ回ってきてて、ね、そうだ、愛してるもんね。そう、それが普通だと思ってたから、うん、その次の時から歌なくなって、あ、やっぱ違うんだ。ちょっとね、確かに。最初にそれやったらショックも大きいだろうね。大きかったね。そう思う。本当に覚えてないな、加入当時のことは。でもなんか、いろんなね、タイプの新メンバーがいるから、うん、今も個性豊かに活動できてるんだろうね。十人十色ですね。そうそうそう。まとめました。まとめました。バレた？バレた？やっぱバレた。4文字熟語でまとめました。これは頭いいみたいな感じで。ごめんけど十人トイレは割と誰でも思いつくかなって思う。ごめんね。変わった頑張ります。ごめんね。そう、そういう感じの勉強も頑張りますもん。そうね。恥ずかしい。次読みますね、じゃあ。次読みますね。東京都のラジオネーム、福山の水なまりさんです。はい、ありがとうございます。前略、岡山さん、福村さん、小田さん、羽賀さん、こんばんは。こんばんは。皆さんは芸能人の誰かに似てると言われたことはありますか？横山さんは広瀬すずさんですね。はい。前から思っていたんですが、あかねちんは女優の橋本愛さんに顔と雰囲気が似てる気がするんです。アマちゃんや最近だと同期の桜を見ていてずっと思ってました、うん、そう思ってるのは自分だけですかね、ということですね、ほんのり言われなくもたまに、うん、たまに言われるんですけど、やっぱ言われるんですよ、言われる。女優さんだとあと崎本美織さん、あ、わかるわかるわかる、じゃそうなの、言われます。そうなの、土屋太鳳さんとかもたまに、あ、でもなんかわかるかも、雰囲気、そう、本当に雰囲気すごいわかる。あとは、まあ、道重さゆみさんも、それは似てると思う。そう、似てる。ありがとうございます。初期の道重さんと初期のあかねちゃん同じ顔してるの。わかる。写真とか見てると、えみたいな。どっちが役やったんだ、わかる。照れる。そう、私は広瀬すずさん。そう、それは褒めてる、ね。ありがとうございます。私は、ルあ、ごめん。ごめん。私は広瀬すずさん。広瀬すずさんに、あの、似てるって言われたのさ、あれしょ、ちゃんと後ろを見てないタクシー運転手さんに一回だけでしょ。ちゃんと後ろを見てない。違うんですよ。本当に見て言ってました。で、車ではあるじゃないですか。あの、なんていうんですか、バックミラー、ね、うんうん。それで見えてるじゃないですか。じゃあ、鏡越しがたまたまちょっと似ちゃったんじゃない、うん、いや、鏡と実物って違う。タクシー暗かったでしょ、だって。そうです。まあ夜でしたね。でしょ、だからだよ。なんで髪の毛の長さだけだよ。認めようとする気はないんですよ。ガチなこと言うと、だってあの、広中アナウンサーだもん。あ、すごいでも言っていただきます。あ、でも確かに、わかるかも。でもちょっとあの、もっとおとなしい顔してみて。ちょっと違う。顔が違う。なんで今、おとなしい顔したのに、うるさかったね。なんか口閉じると鼻の穴膨らみたいな。言わないから、よろしくできないから、ね。あ、知らないから。ごめんごめん。そう、鼻の穴膨らみたいな。怒るわ。広瀬すずさんですか？ね、広瀬さん。そう、でも本当にその時は、うん、本当にこう広瀬すずさんが大好きで、うんうん、大大大好きで、うん、髪の毛寄せてたもんね。うん、そう、ね、私、うん、広瀬すずさんにしてくださいって言って髪切りに行ったんですよ。ちょっと切りすぎちゃったなって思って、そう。でも、からのそれは嬉しいね。からのうちに、初めて美容院に行く中学生みたいな感じで、広瀬この人にしてください。バスケ部でも広瀬すずさんくらいなら行けるからね。携帯見せてね。そう。本当それからのだったので、うん、本当に嬉しくてすぐメンバーに言いましたもんね。それ美容師さんにね、うん、俺言った方がいいね。そうですね。確かに。確かに。美容師さんに広瀬、そっか。でも、もともと顔も似てたからですよ、ね。じゃあ、福村さんは何か誰が誰に似てますか？私はちっちゃい頃よく言われたのは、荒垣結衣さんに似てる。ああ、わかる。そう。すっごいわかる。でも、ずっとわかんなくて、荒、ね、垣結衣さんが。おう。あ、そっち？そっちか。そっちか。芸能人に詳しくなさすぎて、うん、そうずっと家族でお買い物するときに、なんかいつも言われるなって思ってたんだけど、うん、なんかあの沖縄の石垣島っていうところが美月の中で、はい、引っかかって。ガッキー引っかかって。そう。ガッキーに似てる、ガッキーに似てる。すごい言われながら。石垣島？石垣？
石垣沖縄みたいな勝手に一人で連想ゲームしてましたね。ああ別にそれ解決しなかったんですか。だからモーニング娘。に加入してやっと新垣結衣さんってどういう方だろうって調べた記憶が、めちゃくちゃ可愛い人出てきたから、え、こんな人に似てるって言ってもらえてたんだって思って、その時やっと嬉しくなりました。ちょっと遅かったな。気に入ってすっごい羨ましい。そんなまだな、黒髪でみたいな時の福村さんとかめちゃくちゃ似てる。似てます。わかる、めっちゃ可愛い。で、なんか親とかにもたまに言われたりするの、パパとかに、あの看板似てるみたいな感じ。そんな恐れ多いこと言うなって言って。すごい、両親も公認なんですね。公認。私、両親からは、西岡澄子さんに私小学生の頃黒髪で前髪パッツンで髪長かったんですよ。そうなんだ。そうで髪をこうお風呂で洗って髪乾かしてもらってたんですけど、まっすぐなで西岡澄子みたいだねって言って毎回レナがあーって言うっていうのが、あの家族の中で定番だったんですよ。待ってね、レナのこと見る人ってさ髪型でしか判断できないの。まだ広げてた。だから顔だって。いやいやいや、違う違う、どっちも髪の毛だね。確かに顔のうるささで言ったら西岡澄子が近い。近い、そっちの方が近い。これから西岡澄子さんにってことでじゃあやっていきたいと思います。そうだね。小田さんは？私はね、今で言うと大坂なおみさんですね。ああ、なおみ選手ですね。でもそれなんかメンバーもすごい言ってましたもんね、一時期。私、あの、映画なっていうシングルくらいからですね、あの、髪の毛をこうウェーブかけて、おでこも全部上げてポニーテールにするっていう髪型をしてたんです。けど、そうね、したらそれは完全に小田が直美に寄せてるみたいなみたいな感じです。で、私もそう言われてか、確かに私この人似てるわって思うし、あと工藤静香さんと、はい、あと多分岡本夏樹さんって戦うかなんか、結構なんか私はやっぱり昭和顔みたいで、いや綺麗なのよ、どっちも綺麗な方なんですけど、その岡本夏樹さんっていうと結構ね、大人の方はね笑うんですよ。めちゃくちゃ綺麗な方なんですけど、その、あれ誰だっけ、なんかさ、一時期さ、ショートの黒髪のなんとか真由さんみたいな、富田真由さん。富田真由さんに、富田真由さんは、それこそ髪型が富田真由さんだった。ね、です。もう、髪型って重要ですね。そうだ、結構マネージャーさんが指示したりするじゃないですか。マネージャーさんが勝手に私を富田真由さんに寄せてたっていう。だって一時期真由って呼ばれてた。ね、そうなの。真由って。そうなの。そんなに似てたのか。あと最近だと高畑充希さんも、まあ多分涙袋が大きいという共通点だと思う。雰囲気わかるかる。そう。佐藤さんがめちゃくちゃ、テレビに出てる高畑充希さんを見て小田って言うんですよ。佐藤さんめっちゃいろんな人に、だから、ね、メンバーを誰かにするよね。メンバーを大女優に例えすぎ、生田さんを北川景子さんって言ってみたり、ね、結構例えるの、例えてるイメージあります。確かにすごい例えるイメージある。そうだから佐藤さんが言う人なんだと思うよ、雰囲気が似てる人って。なるほど。じゃあ佐藤さんから聞いて。なんか言われたことある？佐藤さんからですか？何もないです。あ、じゃあ誰にも似てないんだよ。興味がないのかな、佐藤さん。誰にもなんだよ。まあね、でも、そりゃそうです。だってこう皆さん、みんな違いますから。みんな違ってみんない。12対5。じゃあ次読みたいと思います。すいません、時間が来ました。閉めた。閉めた。タイミングでおしまいって言いたかった。しか持ってないんか。すいません、もっと勉強します。おしまい。今夜はモーニング娘。20の MBS ヤングタウン、横山玲奈と福村瑞希と小田さくらと羽賀茜がお送りしています。さんまさん、庄司さん、私頑張ってますよ。ヤムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい、それではまず私横山からいきます。はい、東京都の伊佐田四さんからです。よー。弟と仮面ライダー見に行って、ママにお土産コートを買った。優しい。はい。ちょっとコートの話は別にどうでもいいんですけど、あの、仮面ライダーは変ですよ。私たち、コートの方が好感度高いよ。私たち気になるのそっちなんだけど。コートの方が好感度高い。そう、なんか、あの、どういう服か。弟と
と、うん、そう、あの、一緒に、こう、仮面ライダー見たいねって話をしてて、ねうんうん、で、弟は実際、こう、あの、仮面ライダー今映画やってるんですよ。うんうん、こう、令和ザ・ファースト・ジェネレーションみたいな、そういう名前の、うんうん、仮面ライダーの映画がやってるんですけど、うん、その弟は公開日に一回見に行ってて、うんうんうん、でも、こう、映画には、スペシャル前売り券というものがあるんですよ。その前売り券を買いますと、こう、おもちゃがついてくるんですよ。仮面ライダーの、はいはい。それはゲットしたいところじゃないですか。はい、なので、その前売り券を、私と弟、やっぱり私も弟も欲しいわけです。うん、その おもちゃ。あなたも欲しいんだ。はい。あ、ごめん。私も欲しいわけです。はい、なので、2枚買ってあったんです、その前売り券を、うん。なので、絶対に見に行かなきゃいけない状態だったんですよ。うん、もう弟が1枚使って見に行ってて、うん、で、もう1枚余ってたので、うん、私はこれは見に行かなきゃいけないと思って、うんで、たまたまこう私がオフの日があったので、うん、弟もたまたま部活も休みで、うん、一緒に行こうかってなって、うん、一緒に見に行って、うん、で、そのまあ弟は2回目だったんですけど、もう全然楽しんでて、うん、そうか、仮面ライダーめちゃめちゃ面白かったんですよ。コートはよ、コート。見た方がいいですよ。コートはよ、コート。それで仮面ライダー見に行った帰りに、うん、こうあの弟と、うん、その、うんやっぱりこうママがママはお仕事だったんですよ、うんうん、だから二人で行っておいでって言って二人で行ったのでこうママになんかサプライズでなんか買ってったら喜ぶかなとか言って、でたまたまそのやっぱ1月過ぎてからだったのでこう弟も私もお年玉をもらってた、うん、私もまだお年玉もらってちゃっかりもらってたんですけど、うん、お年玉をもらった時期だったのでじゃあそのお年玉でなんか服買ってあげようって言ってお年玉そう、ね、でそう、うん、ちょっと奮発して、うんまもちろん私の方が、あの、ちょっとね、10割あったら、あの、7割は私で、そう、私で、ね、3割弟子がね、まあ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 。社会人だもんね。はい、社会人なので。そうなので、コートを買って、すごい喜んでくれて。よかったです、本当に。いい話、めちゃくちゃいいエピソード。それいっぱいするべきだよ。あ、上がった、上がった。ポイント高いわ、それ。そういうことやるから。すいません、カットで。シャーの部分カットでお願いします。じゃあ、福田さんお願いします。東京都のひなまるさんからです。恨んでます。私の前でカニ食べる小田。今びっくりした。今びっくりした。びっくりした。恨んでます。すごいびっくりした。リーダーから恨まれてますよ。相当ですよ。そうね。そうなんですよ。すいません。食べ方が怖いんですよ。小田の場合は。カニ大好きですもんね、小田さん。まあ、福村さんもカニ大好きですもんね。まあ、そう大好きだよね。私、なんなら今日この後、レイナカニ食べに誘おうと思ってましたよ。本当に。あの、小田のカニ事件は多すぎるんですよ。まず、うん、まあ、ロブスターをなんか撮影で、なんか出てきた時に、うん、10人ぐらいで食べる時に、その2つね、お皿出てきたわけよ、うんはいはい、ロブスターが。で、みんなさ、ちょっとどうやって割ったらいいか分かんないみたいな感じになってたから、うんうん、手をつけなかったんだけど、うん、結局小田が全部それバリ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 割って食べたっていう撮影現場が、もう、怖かった。見てらんないですよね、それが、そう、小田と甲殻類の始まりみたいな感じなんですけど。そういうこと。もうね、ほんと、やっぱお寿司が、その晩ご飯で出る時に、うんはいはいもう絶対一人前の中にカニが入ってることってあるじゃない、うん、あります。そう。その時の私への食いつき具合がすごくて、私はカニを食べないんですよ。ですね。飼ってますもんね、うん、むしろね、カニを。アレルギーだし。そうそうそう。だから食べないんですけど、みんな気を使って、うんうん、そのカニについての話題はそんなにね、こう、うんうん、出さないで。確かに。見てくれる中、うん、小田が走ってきて、うん、福村さん、カニとカニ味噌くださいって言ってくるんですよ。本当に私の前でカニ味噌って言わないでください。味噌とかじゃないですもんね。だってね、もうしっかりね、愛情を、ね、持って育ててますからね、そうですよね。その、私が猫の話されてるみたいな感じですもんね。そうだよ、うん、猫食べるの大好きって隣で言ってたら怖いでしょ？怖い。確かに。猫味噌ちょうだいって言ってたら怖いでしょ？でもね、でもですよ、うん、そのお寿司、そのカニとカニ味噌どうなっちゃうんですか？まあ最終的には誰かにあげるよ。だったら私が欲しいんですよね。確かにね。だったらね。確かにね。ちゃんとね、あのいい交換条件つけてくるんですよ。そう、しかも割とちゃんと私も食べたいなと思うものでも、うん、そのカニとカニ味噌いただけるならば、福村さんにネタをね2つ。ああ、ちゃんとこう、交換なんですね。縁側差し上げるんで、カニくださいみたいな。なるほど。結構もう最初から福村さんの好みのものを差し出す。もう分かってるんですね。分かってる。やっぱ言わずともね、カニ欲しい人はみんないっぱいいるからね。そう。確かに確かに。カニは結構、あの、オークションみたいな感じですね。マグロ縁側縁側優勝。
そうです。なるほど、確かに。そういう感じ。失礼しました。気をつけます。確かに。ちょっとだけね、こう、言い方を変えればね。そう、レーナと行くにしても、こっそり行きます。そうそうそう、こっそり。こっそり行ってきます。あかねちんとはこの間行っちゃったんだけど。この間行っちゃいました。生食べてきました。生の回答。どうでした？美味しかったですか？美味しかったです。そこも、じゃあ、小田さんマジでうまくて、手袋2つついてきたんですけど。手袋2つついてきたんです。器用に。危ない。1個ずつ、パリッパリッ。ここがこう美味しいよ。小田さん、読んであげてください。続いての、続いてに行きたいと思います。お互い見ます。東京都宮礼さんです。今までは、モームス推しだった妹がビヨーンズに推し変しました。はい。この度晴れて、まあ申し訳ございませんが、妹が初めて推したアイドルは福村瑞希さんでございました。はい、ありがとうございました。そして、13期メンバーが加入し、そうですね、ありがとうございます、本当に。あなたの同期の加賀楓ちゃんに、加賀楓ちゃんに、なんで？妹は推し変いたしました。そうですね、そうでしたよ。で、ありがとうございました。実は、まだ、妹の、再推しというんですか、もうハロープロジェクト全体でこの人が一番好きっていうのは、うん、カイディのままなんです。おー、そうなんだ。ただグループとしてモーニングからビヨーンズに乗り換えたんですね。まあ、乗り換えたというか、まあいわば推し増しに近いですが、なるほど、グループとしてはビヨーンズの方が1位、そうです、モーニングが2位、ビヨーンズとカカカエデが好きみたいな、その他のモーニングが2位、そうですね、私どこ行ったうちは本当、まあ皆さん知ってると思いますが、私の妹は割と、ガチめのハロータでして、もうまあファンクラブにも自分で入ってると、ね、関係者パワーも使わない。本当にすごい。お姉ちゃんはハロプロメンバーなのにね。そう。本当に。で、私も私で、なんかこれを誰に渡してほしいんだとか、うん、なんか誰々の何を見に行きたいんだとか、そう、母も割と好きなので、言われても、いや、あなたたちは本当に好きなんだから、自分でお金を払っていった方がいいと思うって言って、そう、私も割と関係者パワーを使わせない素敵ようにしてる。中で、まあ妹はですね、まあ私がこうね、お仕事でもらってきたお金も含めビヨーンズに使っています。ああ、私たちの力が足りないんですね。カイディにもっと頑張ってもらいたい。そうですね。かがり頑張らせればいいか。そうですね。誰にも言ってなかったんだけど、一個エピソードがあって、小田の妹の。何？美咲のお母さんと多分小田の家族で、多分一緒に見に行った公演があったんですよ。で、ガチャガチャあるじゃない、500円払って、なんか、そう、グッズが出てくるっていう、多分エコバッグとかそういうガチャガチャが出てくるってやつを、小田の妹がやったら、あゆみんが出てきたんですね。で、その現場をうちのママ見てるんですよ。で、あゆみんが出てきた時に、すごく渋い顔をしながら、友達の、まあ、その、一緒にオタクやってる子なのかな、これ、いるって。やばい、交換しないっていう、こうね。言ってる姿を見たと言っていて、なんかこう美月の中では、あ、ダーサクだなと思って確かにそうなる、むしろね、そうなる、そう、回って回ってそうなる、そうそう、あ、小田の妹もあゆみん渋い顔するんだみたいな、ちょっと面白かった。いや、なんかその妹は、私が家でそのメンバーの話とかをしてるときは、普通にお姉ちゃんの同僚っていうか同業者で、っていう感じで、あ、この人こうやってちゃんと仕事する人なんだとか、そういう普通の、普通に人として見てるときと、やっぱり自分がオタクモードになって応援するときとで、見方が、私自身もですよ、お姉ちゃんとして見るときと、小田さくらとして見ることがあるんですよ。だから、すごいね。全然違うんです。だから、そうなったときに、ちょっと石田さんはハマらなかった。ちょっと好みもありますからね。そう、どうしてもね、割と、まあ、ファンクラブに入ってる人ですから。もっと頑張ります、私たちもね。ファンの方スイッチで私の妹はたまに見ないと。頑張ります、本気で。昔は絵とか描いてくれたのにな。今も絵は描いてますよ。本当？絵は描いて、福村さんの絵も、まあまあまあ、まあ、たまに1回ぐらいみたいな。そうなると、やっぱ、レイナの絵はめっちゃ描くんです。おー、確かに。カイディが好きだから、カイディとのツーショットだと、どうしてもレイナ描かざるを得ないです。描かざるを得ない。勝手に入ってくる感じ。描かざるを得ない。邪魔者じゃないですか、それは。カイディといっぱい写真撮っときな。そしたら、ね、いっぱいね。いっぱい描かれる。確かに、それ大事だわ。頑張ります、私も。頑張ろう。じゃあ、お願いします。神戸市のブラックデビルダベイさんからです。LJK 制服でディズニー遊んだり、カラオケでめっちゃ学割使う。
はい、私、この3月で高校卒業するんですよ。あ、まだ高校生だ。ラスト JK って意味か。LJK です。LJK、ラスト JK なんですけど、うん、だから、こう、制服でね、夢の国に行ったりだとか、うん、まあ、渋谷、原宿を歩いてみたりだとか、うん、その割と今まで、まあ、いつでもできるしと思ってしてこなかったんですけど、今ちょっとやっとお尻に火がついて、やっぱりやらなきゃと思って、うん、コスプレにならないやつにやっとこうと思って、制服でいろんなとこ行ったりだとか。私たちもコスプレですもんね。もう遅い。そう、コスプレにならないうちに、後悔しないように。いや、大事ですよ。やっといた方がいい。やっといた方がいい。かなっていう思ったりだとか、学割も、聞かなくなってしまうじゃないですか。そうなんですよ。それでかいよね。カラオケとか映画とかでも結構学生証見せて、ちょっと下げてもらってみたいな。そうね。ああ、そっか。そうなんです。だから、今学割使えない方とかと遊びに行くと、一人だけなんか割引させてもらえるから。そうなんだよね。メンバーで行った時もそうだったよね。そうです。だからちょっと優越感に浸ってたんですけど、うん、ついにそれができなくなってしまうということで。うん、そうだよ。今めっちゃ学割使ってます。やっとできなくなるんだね。そうです、やっと。本当に。やっとです。やっとよ。本当にやっとです。社会人のはずなのに。ねえ、本当に社会人6年目でやっと、ね、やっと学割が。でもさ、飯窪さんさ、はい、成人とかしてから制服ディズニーやってたよ。やっぱりできることはできるけど、うん、やっぱりコスプレじゃないですか、結局。飯窪さんコスプレです。それはコスプレです。結局、うん、コスプレだから、ちょっとやっぱ、うんうんうん、コスプレじゃないうちにやっておこう。そうね。だって私たちこの仕事してると制服着る機会もまあ衣装で多いじゃないですか。多いね。だからまあ制服は着れるんですけど、うん、肩書きですよね、つまり。コスプレか。現役かっていう。そうね、うん。でも結構大事ですよね。はい、自分にとっては。はい。だからもうこれは、今だから高校2年生とか、次高校3年生になる方にも言いたいんですけど、うん、制服で遊ぶことは、うん、LJK のうちにやっといた方がいいなってめっちゃ思います。そうね。確かに。本当に。本当そう。いや本当に、あの、現役のうちに、たくさんやっていただきたい。うん、そうだよ。本当に。うん、あの、あかねちんがさ、雑誌写真集にもさ、はい、制服あるあります、セーラー服。やっぱり、JK のうちにできる。そうなんですよ。写真集出せてよかったなって思うとこ多分そこに感じると思う。本当ですか？そう、だから。私もギリ高校生で写真集出した。私もだ。そう。ね、だから、スクール水着なんて学生しか着させてもらえない。そう、そう、だってそんなわざわざ写真集でコスプレしたくないもんね。そう、私でもスクミズは着てないの。あ、そうなの？はい、着てない。まだ制服だよね、やっぱり着れて嬉しいの。やってた方がいいですよ。高校終わる前にスクミズ。スクミズだけ。絶対嫌だよ。絶対良くない？絶対嫌だよ。やってた方がいいと思います。いい、いい、いい。制服、制服だけで十分。だから、あの、競泳水着とかにすればいい。今日それもそれだな。ゴーグルつけてこう、スクミ帽子かぶって。ゴーグルして帽子かぶってやるならいいかな。絶対売れない。結構ガチなやつ。この写真集絶対売れない。うん、じゃあ最後までね、楽しんでください。ありがとうございます。はい、というわけで終わりました。え、私が選んでるんですか？でもちょっと、あの、言いたいセリフがあるんです。それで、じゃあ最後の人にあげましょう。じゃあ言いたかったの、言いたかったの、どうぞ。神戸市のブラックデビューダウェイさんからです。はい、ブラックデビューダウェイさんにはメンバーのサイン入り色紙を差し上げます。最後はメール、最後よかったね。はい、というわけでここでね、新曲を聴いていただきたいと思います。1月22日に発売されたトリプル A 面シングルの中から1曲聴いていただくんですけど、その曲に関してですね、メールが来ているのでそれを紹介したいと思います。ラジオネーム、ワンタンとイヌリンのホットドッグさん、こんばんは。モーニング娘。トゥーゼロの新曲、人間関係ノーウェイウェイですが、曲名を聞いて真っ先に思い浮かぶのが、さんまさんがリューチェルさんとやっている建築関係トントントンです。この2つは何か関係があるのでしょうか、ということです。確かに、まあ、言わせていただくとありません。ありません。全くないです、はい、全くないんですけど、でも、ね、結構なんかそれチックな、うん、建築関係チックな振り付けがあったりとかはするんですよね、モーニング娘。モーニング娘。モーニング娘の中で ね、はい、そうね。だけど関係は全くありません。関係ないなと思いながら聞いていただくださいはい、モーニング娘。トゥーゼロで人間関係ノーウェイウェイ。
次元ゆうとった。イエイ。このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットなどで見聞きした名言珍言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです、はい。まずは、東京都の伊佐田洋さんからです、ハロープロジェクトのコンサートを見に来てくださった DJ コウさんがツイッターで言うとった Now。2020年初、親子でハロコン素敵すぎた。本当に楽しく元気もらいました。EDM やハウス系やダンストラックが多く見応えありました。ハロプロ最高！いやー、嬉しい。ありがとうございます。言うとったー！本当にいいね。ありがとうございます。本当に親子で来てくださって、ね、しかもこう娘さんが本当にハロープロジェクトが好きみたいで、うん、まあ推しは違うんですけど、うん、あなたの同期の方がそうです。また同期の一番近い人をされるって結構悔しいですかね。だってコウさんの最後モーニング娘。ご挨拶して、うんうんうん、全員でじゃあ失礼しますって言って退出しちゃ、全員で退出しようとしてるのにカエディだけ呼び止めて、カエディありがとうイエーって言ってたの。カエリーはもう名前覚えてもらってるから。そっか、いいなぁ。ねぇ。羨ましいですよね、その DJ コウさんね。ねぇ。すごい。しかもなんか DJ コウさんは、こう、モーニング娘。ではないんですけど、こう、別グループの、こう、レコーディングに参加してくださったりとか、うんうん、そう、ビヨンズのレコーディングにこう参加してくださったりとかしてて、本当に、ね。すごい。ありがたいですよ、ね。ありがたい、ね。その時のハロコンも、なんかオープニングがすごい盛り上がってるなって。そう、うんそうどうしたんだろうって思ったら、多分席に着くときに、なんか、イエーイみたいな感じで。すごいな。ステージ取られちゃうわ。そう。でも、帰ってきたとき、その関係者挨拶のときに、うん、帰ってくるときも、イエーイみんなよかったよ、イエーイイエーイって言ってた。ずっと言ってた、ずっと言ってた。そう。だから、本当にあどこにいても変わらないんだなって思う。さすがね、そういうのね、すごい素敵ですよね。どこにいても変わらないっていうのが。娘さんは恥ずかしそうに後ろでこう。そう。確かにどういう気持ちなんですかね。本当に。確かに、お父さんが、イエーイイエーイイエーイみたいな感じで、それをこうなんか憧れのアイドルのグループに見せつけててその後ろを歩く娘って、うん、しかもその結構さイエイエイ系のパパがいるとは思えないような見た目、うん、そう、ね、落ち着いてた、そう落ち着いてたから、そうどういう気持ちなんですかね。確かにそこら辺もちょっと今度聞きたいですよ ね、 ね面白い。そのハローの話じゃなくて、なぜ自分はイエイエイしないんですか。確かにずっとイエイエイ言ってましたもん ね、 でもね、親子で来るのも初めてだったって言って、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ。今まで自分でそのチケットとか取って行くのが好きだったみたいで、うんうん、そうやって来てくださってたって言ってたから、いや嬉しい、嬉しいなと思いました。嬉しい、ね、来てほしいって感じです、本当に、うん。続いて大阪市の樹南ボーイさん、仮面ライダービルドなどで活躍する俳優犬飼敦弘さんが婦人公論のインタビューで言うとったNow。ポケットモンスターソードシールドを最近買いました。たまたまオフの日が3日あったので、今しかないぞと寝る間も惜しんでプレイして3日間で全クリア。その集中力を舞台でも活かしたいと思います。すごい、すごい、言うとったすごい。3日間で全クリア、3日間で全クリってさ、しかもポケモンの全クリって本当にすごくないですか、うん、だってジムバッジが成功、うん、全クリじゃないじゃないですか、ね、うん、ちょっとなんでみんなジムバッジで普通にやっぱゲームはね、はい、一気にね終わらせるのが楽しい。そう、でも何みんなわかるの、その単語。そうです、あのポケットモンスターって、はいはい、うん、やっぱりそのポケモンマスターっていうのになるために、うんうん、毎箇所毎箇所そのいろんな街を転々とするんですけど、うん、その街ごとにジムがあって、うん、そのジムのトップと戦って、うん、勝たないと次の街に行けないんですよ、うん、って言ってこう最後までこうジムの人と戦って、うん、クリアみたいな感じなんですけど、うんうんうん、犬飼さん私もやってます。犬飼さん私もやってます。この前勝って頑張ってます。犬飼さんへのなんかすごい、そうでもやっぱりそう、でもやっぱ全クリって難しいのでね、やっぱね、うん、こうコツとかね教えていただけたらねって感じです。近づくじゃないよ。いや舞台も頑張ってください。あと届くかな。ファンの一人として応援しています。はい、ファンの一人なら一緒にゲームやろうとするんじゃないよ。そうですよね。遠くから応援しています。頑張ってください。今後も応援しています。本当に。はい。ギルド最高でした。終わんないぞ。一気に伝えてます。一人で行って、いや本当に、はい、応援してるのでね、どっかの JK みたいなの、はい、舞台も本当に応援してます、頑張ってください、うん、というわけでおしまい。横山を癒してくださいのコーナー、イエイイエイイエイの次元気がない。どうしたんですか皆さん。なん
トル変わったね。すごい利己的なタイトルだね。いや、まあそうですね。確かにいつもは、うん、まあリスナーを癒すセリフをね、はい、さんまさんに厳しく指導していただいていますが、うん、はい、まあ、今日は私、横山が皆さんのセリフをね、厳しくバシバシと判定していきたいと思います。噛んでるけど大丈夫。楽しみです。まあ、あの、ここにですね、箱があるんですよ。はい、で、この箱から出たお題を、まあ、目いっぱい癒しセリフでね、読んでいただきたいと思います。はい、まあ、一番良かった人には、ちなみにですね、うん、番組からプレゼントがあるんですよ。嬉しい、超やる気出てきた。あくまでも判定基準横山なのでね。あ、そうじゃん。横山が好きそうな子を癒しゼリフをね、お願いします。なるほど。っていう感じで。まあ、はい、まずは私がお手本を見せていきたいと思います。これが一番良かったら、ちなみにこのプレゼントは私のもの。いや、それはそれ。いきますよ。そこ入ってないでしょ。いきますよ。はい、聞きました。はい。おー、なるほど。じゃあ、行きたいと思います。軽減税率。え？軽減税率。あ、まあ、結構社会問題ですね。まあ、ね、今のが正解？今のが正解です。あ、私の中での癒し税率。それに寄せていけばいいの？まあ、これに寄せてもよしですし、うん、こうオリジナルで喋ってもらって、あ、これいいなって思わせていただければって感じで。そういう感じのワードが入ってんのね。そうです。もう全然あの普通の、あ、オッケー。なんか、去年流行った言葉だったりとか流行語みたいな言葉が入ってますのでね。なるほど。じゃあ、早速、福村さんから。お願いします。楽しそう。よしよし、いきますよ。いきます。さあ。あ、今言っちゃいました。はい。はい、いきます。カルロス・ゴーン。待って。いや、全然ダメです。いいの？全然ダメ。もう、すごくいいお題なのに。やっぱり、ね、今お題の、ゴーンとか、こう伸ばし棒っていうのは、はいはい、こうやっぱ癒し台詞にとってはすごく、こう、ラッキーなポイントなんですよ。そうゴーンのゴーンをどこまで伸ばすか。それによって、やっぱポイント高くなってくるので、やっぱそこですね。やっぱこう、私目つぶってやっぱさんまさんに聞いてるんで、やっぱそこ、余計意識してやった方がいいと思います。じゃあ、お願いします。はい、カルロス・ゴーン。おー、すごい、良くなってる、良くなってる。そういう感じ。やっぱ伸ばし棒ってすごいね、自然とこうポイント高くなってる。これ聞いたゴーンさんがどう思うかな。すごいと思います。ゴーンさんも喜んでます。喜んでるか。私の中のゴーンが喜んでます。いないでしょ。いないでしょ。良かったと思います。なるほど。はい。じゃあこのままの調子で、ヨダさんお願いします。下手なんだよな、大丈夫かな。はい。何？お願いします。お願いします。キング・ヌー。私、大好きなんですよね、キング・ヌーさん。いや、そうですね。確かに、やっぱいつもよくサンバさんが言ってるアニメ声っていうのが、やっぱりちょっと入っちゃってる感じがするので、やっぱこう、さっきのね、横山のあの、軽減税率、もう一回聞きます？あ、もう一回お願いしていいですか？いやいや、言いたいだけ。軽減税率。はい、これなんです。見てください。キングヌー見てください。これキングヌーのヌーも伸ばし物なんです。あ、さっき聞いた、さっき聞いた。しかもヌって、ヌって、ヌってできるじゃないですか。もっといけますか？もっといけますか？頑張ろう、頑張ろう。キングヌーさんに恥じないようにやってください。よろしくお願いします。キングヌー。おー、でもすごい良かったです。すごかった。キングヌーさんに恥じないようにって、こういうことを恥じるんだよ、私たちはさ。私の中のキングヌーは喜んでます。いないでしょ。なんで誰でもいるせいなの。じゃあ行きまーす。はい。ハガさん上手ですか、ね、はい。オッケーです。行きます。パプリカ。うおパプリカ。パプリカ。あんな可愛い曲をこんな風に言うなら。素敵です。ありがとうございます。いや、もうこのまんまですね。やっぱ、でももっとなんか、はい、もっとこう、はい、なんていうんですか、こう高揚感と言いますか、こうもっともっとなんかこうテンション上がった感じも聞きたいなって思います。もう一回、この調子で、ね、はい、ちょっとお願いしたいと思います。はい、パプリカ。うひょー。うひょーって、うひょーって言う人いるの、今の時。さんまさんに聞かせてあげたい。すごい素敵だと思います。さんまさん好きそう。好きそうですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。そう、今のこう、はい、高揚感ですか、はい、なんかテンション上がった感じ、はい、こう、こうった感じ、すごく良かったと思います、うん。ありがとうございます。いや、これは、ハガさん。はい。これ一歩近づいた感じ。あ、本当ですか。ありがとうございます。近づいてきた。徐々に近づいていく制度なの。そうですね。だんだんね、なるほど。プレゼントもこう、心がありますからね。ありがとうございます。その調子で、頑張ってください。楽しくなってきた。福間さん、頑張ってください。
しゃ、伸ばし棒はチャンスですから、ね。オッケー。頑張ってください。伸ばし棒はチャンス。あー。どんな？お願いします。タピオカ。おー、すごい。タピオカでしたね。クラさんもでもやっぱね、技術がこう、だんだん身についてきてる感じが。なんかいつもより楽しい。本当ですか？うわ、嬉しいです。なんでなの？流行り言葉言うの楽しいね。なんでなの？そうなの？でも本当こう、タピオカってね、うん、やっぱり普通の人だったらこう、やっぱタピオカみたいな感じでこう言っちゃうところを、うん、ちゃんと、タとピの間にちっちゃいツをつけるあたり。うん、やっぱそういうところ、福村さんやっぱこう、毎回ね、こう、ヤンタンに出て、こう、サマさんにこう、磨きをかけてもらえてる、やっぱところがやっぱありますよね。うん、個性つけてる、うん。すごい良かったと思います。うん、あちょっと揺らいできましたね。うわぁ、あ、待って待って、いかないで、いかないで、動いてる。でも、あの、ハガさんが良くて、福村さんが良かったので、ちょっとちょうど、まだ小田さん。私が一番近いな。今チャンスです。小田さん、頑張ろう、頑張ろう。お願いします。引きます。お、何ですか？あ、すごいなんか笑ってますけど。え、お願いします。マジですか？何？怖い怖い。闇営業。あ、そうですね。でもこうね、やっぱり、うん、去年やっぱこう一番ね、結構有名だったんじゃないかという言葉ですね。まあ、そうね、そうですね。一番こう話題になったと言いますか。さんまさんがいない時に言うっていうのがよりね。そうですね。ちょっと待って、タピオカもやん。あ、タピオカもじゃん。びっくりした今。タピオカ前回 NG 出ましたけど。そうですよね。まあ、全然めっちゃ NG 入ってます。いないからっていうね。いらっしゃいませんね。カバーできてますからね。でも闇、すごい。でも、うん、あの、アニメ声はやっぱり、こう、うん、やっぱ小田さんのいい声でもあるので、もうむしろじゃあ今からこう、アニメ声で、もう一回。逆にそう。なんか声優さんチックでちょっと一回やってみてもらってもいいですか。わかりました。お願いします。闇営業。あ、なるほど。あ、離れちゃった。すごい可愛らしいんですけど、はい、やっぱこう癒すってなるとね、やっぱこうなんかちょっと違うかなみたいな感じありますね。でもすごい、でも綺麗な声だったなと思います。ありがとうございました。じゃあ次いきます。じゃあこうね、最後博士さんがこう、はい、締めてもらいましょう。うん、はい、お、いきます。お願いします。ワンチーム。おー、いいですね。しかもこの痩せばさでワンチームというリフが素敵だと思います。私は。そうですね。流行語だもんね。はい、流行語。そうですね。もう私から言うことは本当に何もないと思いますので。あとはやっぱりこうなんか、はい、こうなんか高まってる感じ。あ、高まってる感じ。こうやっぱりこうなんかラグビーの試合を見て、はい、これがワンチームだ、イエーイみたいな感じをそのままこういうシテリフみたいな感じで言っていただけたらそれがすごいいいと思います。なんでそんなちゃんと聞いてんの、はい、お願いします。やっぱりこうチームも伸ばし棒ですごくチャンスだと思います。そうですね、伸ばし棒。そう。はい。英語で書いてあるの大事。そうです。しかも英語で書いてあるのが得だと思います。熱意がすごいな。頑張ります。決めましょう。ございます。お願いします。ワンチーム。うおー素敵です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私の胸にもうズッキュンきました。ねえねえねえ、さっきからワードが古いんだって。横山の中のラグビーが動きましたから。ラグビーがもう動いちゃった。もうトライですよ。トライですよ。トライしてもマダムさんになっちゃった。素敵です。ありがとうございました。これはもう圧倒的ハガさんって感じ。私は。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございました。やっぱすごいですね。やっぱ本当に素敵です。こうすごいなんかさんまさんの気持ちが分かったと言いますかね。すごい楽しかったです。ありがとうございます。すごい楽しそうでした。すごい楽しかったです。来週の横山楽しみだね。そうですね。確かにこっちの目ですからね。恥ずかしいよ、これやった後の癒せません。本当ですよ。どうしましょう。いやでもね、リスナーの皆さんにも癒してもらえる、癒されるようにね、頑張っていきたいと思います。これからも。というわけで以上、横山を癒してくださいのコーナーでした。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週はハロープロジェクト OG のヤングタウン、飯窪春菜さん、工藤遥さん、中島咲さん、宮崎由香さんが出演します。はい、というわけで、モーニング娘。ツイートルのヤングタウン、深浦さんいかがでしたか？いや、なんか、あの横山を尊敬しました。うん、ちょっと待って、ね、本当に、うん、本当ですか？うん、頑張った。本当に頑張ってました。一回ね、これで、ね、下げ忘れましたけど、ね、危ない。
と思って。うん、なんか、すごい、なんて言うんだろう、横山自身が、その好きで見てるものとか、聞いてるものってこうたくさんあるじゃない、うん、それをちゃんとお仕事にも活かしてて偉いなっていう風に思ったし、うん、なんか普通に今日一日、そのスタッフさんが横山を見る目が優しくて、だからそういうのってやっぱり、普段頑張ってる子だったりとかじゃないと、そうはならないと思うんだよね。うん、だから普段、そう。泣いちゃうね。頑張ってるからなんか、そうこういうラジオが今日できたんじゃないかなって思って、尊敬しました。嬉しくです。ありがとうございます。本当に。いや、小田さんどうですか。いや、そうですね、こういうね、あの涙をこらえるレイナの顔がまたうるさいこと、うるさいこと。いや、でもすごいレイナ頑張ってて、ね、だから毎週、うん、ここに来てるからね、やっぱ私たちとは経験値も感じてることも違うし、うんうんうん、で今日はすごく安心して楽しくね、最初はちょっと、はい、あの、ね、ただ楽しかったけど、最後は楽しくいっぱいお話しすることができました。ありがとうございます。はがさんどうでしたか。私はそんな横山さんからですね、認めていただけたことがすごく嬉しかったですね。素敵でした。ありがとうございました。本当にまたお会いしましょうね。はい、ありがとうございます。この場所で、はい、またよろしくお願いします。戦場かなんかな。はい、まあ、私横山も初めてこういう立場で、こう初めてのことだらけですごく緊張してたんですけど、こうね、今聞いてくださってるリスナーの皆さんがちょっとでも、あ、楽しかったなと思っていただけてたら、私はそれですごい嬉しいなっていうふうに思います。はい、なんかすごい勉強になりました。いや、こちらこそ。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。今後も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってね。頑張ってね、ヤンムス。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。